注目のゲームがここエスコンフィールド北海道で始まろうとしています。解説は工藤公康さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、相手がエースということで、これなかなか点を取るのが難しそうですね。そんなに大量点は望めないと思いますので、序盤からどんな攻撃をしてくるのかちょっと注目したいですね。はい、対エースの攻撃、どんな風に仕掛けていくんでしょうか。さあ、マウンド上はホームチームの先発伊藤大海です。昨シーズンは24試合に登板して7勝10敗、防御率 3.46 という成績でした。さあ、プロ4年目の伊藤、バファローズのエース宮城との投げ合いを制することができるでしょうか。注目です。赤星さん、先発投手としてはまず立ち上がり、うまくリズムを作っていきたいところだと思うんですが。そうですね、どんなピッチャーでも立ち上がりは不安ですからね。まずは先頭バッターを打ち取って落ち着きたいですよね。そうですね。さあ、どういった投球を見せてくれるのでしょうか。打ちました。セカンドが前に来る。取った。アウト、ワンアウト。バッターは2番に入っている西野。まずはワンアウトを取っています。初球ボール、甘い球をあっさりと見逃しました。さあ、伊藤、これで追い込んだ。2ボール2ストライクになりました。アウトコース打ちました。セカンドが取る。アウト、2アウト。バッターは3番西川。2アウト、ランナーありません。ホームチームは伊藤、古賀というバッテリー。初球空振りです。2球目打ちました。右中間に大きな打球、この当たりはどうか。右中間破っていきました。バッターランナーは2塁到達。ツーアウト、ランナー2塁。さあ、ここで4番の森がバッターボックスに入ります。昨シーズン得点圏での成績は91打数の33安打、得点圏打率は3割6分3厘と勝負強さを打ちました。セカンド正面のゴロ、セカンド取った。一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジです。先ほどのシーン、先制のチャンスがあったバファローズですが、そのチャンスを生かせませんでした。ホームチームのスターティングラインナップです。1番ショート源田、2番センター辰巳、3番サードには小園、4番セカンド。バファローズマウンドに上がるのは先発の宮城。どう立ち向かっていくのか注目です。バッターは源田。工藤さん、やはりエース相手となるとどういった戦い方になりますでしょうか。そうですね、まあ、とにかく粘って簡単にまず3人では終わらないこと、これがね、エースを崩すという意味でも非常に大事になると思いますよ。なるほど。さあ、立ち上がりを捉えていくことはできるのか。今度も見送りましたが、これはボールです。バットを出してしまいました。2ボール2ストライクになりました。打ちました。サードが取る。おっと、これはファーストのエラーです。先制のランナーが出塁していきます。さあ、先制のランナーが1塁です。バッターボックスには辰巳。工藤さん、これは初回からラッキーな形での出塁となったわけですが。そうですね、ここはつけ込んでいきたいところですね。相手ピッチャーを打ち崩していくチャンスですよ。なるほど、そうですね。ここは見極めました。ここはゴロを打たせるようなボールをしっかり見極めたいですね。なるほど、そうですね。
ここはダブルプレーを狙う守備体制を敷いてくるんですかね。打ちました西野、2塁送球アウト、際どいタイミングでしたが2塁フォースアウト。さあ1塁に先制のランナーを置いています。バッターは小園、そして1塁ランナーは辰巳。ここは盗塁もあるですよね。どう動いてくるでしょうか。2球目打ちました、大きな打球になった、これはどうか、センター掴んで2アウト。打席には4番バッター牧、2アウトになっています。打ちました、取った、一塁送球します、一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたがホームチーム得点はありませんでした。さあ赤星さん、初回はランナーを出しましたが切り抜けて、ここから流れに乗っていけるかというところですが。そうですね、この回は3人で打ち取ってペースをつかみたいですよね。なるほど。変化球タイミング合いません、ノーボールツーストライク。引っ張った、ヒットになった、打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁まで進みました。先頭バッター、そして打席には頓宮が入ります。さあ得点圏には先制のランナー、まずは見送ります、ワンボール。切れてますよね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク。打ちました、源田、一塁を送ります、アウト、ワンアウトです。そしてバッターボックスには中川が入っています。赤星さん、下位にこういうチャンスに強いバッターがいますと、相手からすると非常に怖いでしょうね。そうですね、こういうどこからでも点が取れる打線というのは相手にとっては脅威ですよね。そうですよね。さあワンアウトになりましたが、得点圏にはランナーが残っています。先制点っていうのは大きいですからね、なんとかしのぎたいところですね。なるほど、そうですね。空振り三振、ここは投げ勝ちました。踏ん張っています、2アウトランナー2塁です。そして打席には紅林が入ります。さあ2アウトにはなりましたが、まだピンチは出していません。先制点っていうのは大きいですからね、なんとかしのぎたいところですね。なるほど、そうですよね。2アウトながらランナー2塁、バッターボックスには紅林。打ちました、セカンド取った、一塁へ、一塁アウトで3アウトチェンジです。2回裏に入ります。バッターは5番ライトの森下を迎えます。昨シーズンは2割3分7厘、ホームランは10本、41打点。打ちました、左中間に大きな打球、レフトセンター下がっていく、下がっていく、ボールはそのままフェンスに直撃、バッターランナーは2塁到達、先制のランナーがホームチーム先制のチャンスを迎えています。打ちました、西野、一塁送球アウト、ワンアウト、これは進塁打になりました。ランナー進みましたから、とりあえず最低限の仕事はしましたよね。さあこのチャンスの場面、7番の清宮がバッターボックスです。中星さん、清宮の対左の相性はどうでしょう。そうですね、左ピッチャー苦手ではないというか、むしろ得意だと思いますよね。そうですか。打ちました、サード取った、一塁送球、ツーアウトになりました。その間にサードランナーホームイン。8番バッターはキャッチャー古賀、ホームチーム先制しています。赤星さん、先ほどは鮮やかな先制点、インサイド落ちました、これはどうか、破りました、センター前、ランナー出ました、ホームチーム2アウトランナー1塁、バッターは9番に入っている佐野、ヒットでランナーを1塁に置いています。
初球打ち、これはどうだ、センターに抜けました。ホームチームチャンスになりました。ツーアウトランナー二塁一塁、そしてバッターボックスには源田が入っています。さあ追加点の欲しい場面、今日はですね打線の調子が良さそう。打ちました、取った、一塁送球します、一塁アウト、スリーアウトです。ホームチーム鮮やかな攻撃で先に点を取りました。2回の裏1対0ホーム。赤星さん、まっすぐの走りなど含めて今日の先発の出来どのように見てらっしゃいますか。まあ腕も振れてますしストレートも走ってますから調子はいいと思いますね。なるほど。速いボールで追い込みます。今度も見送りましたがこれはボールです。見逃して三振になります。まず一つアウトを取りました。打順は1番に帰ります。バッター福田、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。先頭バッターの宗は三振、まずはワンアウト。インサイド落ちました、これはどう、これはセカンドライナー。先ほどの打席セカンドゴロの2番西野、ツーアウトになっています。枠をいっぱいに使ってきます。ストライクです。ワンボールワンストライク。速いボールで追い込んでいます。引っ張った、これはどうだ、セカンド取る、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。反撃したいバファローズでしたがここは三者凡退に終わっています。1対0、1点リードはホームチーム。3回の裏に入ります。バッターは2番センターの辰巳、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ホームチーム1点リードで迎える3回の攻撃です。2球目打ちました、高く上がった、さあどうだ、センターオーバーのヒットになりました。バッターランナーは2塁まで進みました。先頭バッター出ました。ホームチーム、ホームチーム追加点のチャンスを迎えています。こういう場面でしっかり取って早いうちに点差を広げておきたいですよね。なるほど。初球打ち、レフトに強い打球、この当たりはどうか、レフトオーバーのヒットになりました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。ホームチーム1点追加します。さあ打順は4番牧、ホームチームこの回1点を入れています。さあ2点をリードし、インサイド打ち上げました、詰まりながらも右中間へ、この打球はフライになっています。福田抑えてワンアウト。そして打席には森下が入ります。さあアウトカウントが一つ増えましたがなおもチャンスは続きます。ここで追加点が取れるかどうかは大きいですよね。なるほど、そうですね。2球目打ちました、大きな打球になった、これはどうか、センター左へのヒット、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。ホームチーム森下、まあチャンスですからね、どんどん行きたいですね。そしてこのチャンスで打席には6番の紅林が入っています。インサイド落ちました、さあどうだ、このフライはどうだ、落ちるか、ワンバウンドヒットになりました。三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン、ホームチーム紅林が、そしてバッターボックスには清宮が入っています。さあチャンスが続いていきます。まだまだどうなるか分かりませんからもっと点を取っておきたいですよね。なるほど、そうですね。引っ張った、高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてライト弾く、ボールを拾って、バッターランナーは二塁到達、これで3連打、ワンアウトランナー三塁二塁、つながりましたよ。こっからが大事です。さあこのチャンスの場面、インサイド高い打球ライトへ、さあサードランナーはどうする、サードランナースタートを切る、サードランナーホームイン、
ホームチーム。バッターは9番レフトの佐野。リードはしてますがまだ序盤ですから、もっと点は取っておきたいですよね。さあ序盤から大きな差をつけていますが、攻撃の手は緩めません。赤星さん、佐野の対左の相性をどう見ていますか？そうですね、どちらかというと左ピッチャーを得意にする。打ちました。ショート取った。一塁へ送ります。一塁アウト、スリーアウトです。ホームチーム4点を追加しています。3回終わって5対0、ホームチームリードが広がって4回に入っていきます。オリックスバファローズ、打順よくこの回はクリーンナップから始まります。先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っている3番のバッター、ヒットになった。これでマルチヒット。ノーアウトランナー1塁です。先ほどは先制チャンスの場面であえなくセカンドゴロに打ち取られました4番森です。ヒットでランナーを1塁に置いています。2球目打ちました。これはサードライナー。バッターのセデーニオ、先ほどはレフトへのツーベースヒットで出塁しています。あっと取れない、バッテリーエラー。ボールを拾ってワンアウトランナー2塁となりました。惜しい。はい、変化球わずかに外れてボール。高めへのストライク。バッターに近いところで沈んでいきます。さあ2ストライク、追い込みました。際どいところ、フルカウントになりました。いや、ここは決まりました。見逃し三振です。2アウトになりました。打順は6番頓宮。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。2アウトランナー2塁です。ツーアウトながらランナー二塁、バッターボックスには頓宮。なんとしてもここで止めたい。マウンド上伊藤、ピンチの場面見逃し三振。セカンドランナーは残塁に終わっています。ランナー出ましたがバファローズ得点には至りません。赤星さん、今日はエース対策がズバリハマったと言っていいんじゃないでしょうか。そうですね、序盤でエースを攻略できたというのは非常に大きいですよね。そうですね、そのあたり作戦がズバリ当たりました。打ちました。弾き返した打球はライトへ。ここは打ち上げています。ライトが取りました。ワンアウトです。打順は2番辰巳。先ほどは、ね、いいバッティングでしたよ。バットが、ね、触れてるようなんで、ここもやってくれそうですね。期待しましょう。宮城、まずは先頭。打ちました。紅林アウト、2アウト。先ほどレフトへのツーベースヒットを放っている3番の小園がバッターボックス。今日は2打数1安打1打点を挙げています。チャンスでね、いい結果出しましたよね。気持ちにね、余裕が出てきてると思うんですよ。だからここも伸び伸びとね、自分のバッティングしてほしいですね。はい、この打席も期待しましょう。ツーアウトランナーありません。打ちました。センターへ抜ける。これでマルチヒット。ツーアウトランナー一塁。前の打席はセンターフライでした。バッターの牧、ヒットでランナーを一塁に置いています。レフトに大きな打球。この当たりはどうか、スタンドには届きません。牧、今日の初ヒットがここで出ました。ツーアウトランナー三塁一塁。バッターは5番ライトの森下。赤星さん、ここでランナー溜まって森下を迎えるわけですが、まあリードはしてますけど、しっかりランナーを返してもらいたいですね。さあ大量リードですが、ここはまたチャンスになりました。赤星さん、森下の対左の相性はどうでしょう。インサイド打ち上げました。右中間に上がった。しかしこれは追いつくか。中川が掴んで3アウトです。ランナー出ましたがホームチーム得点には至りませんでした。4回終了。工藤さん、野手の援護もあってここまでいいリズムで投球が続いていますが、この後の継投はどうでしょうかね。いや、今日はね、調子がいいと思うんで、ベンチとしてはいけるところまで行ってほしいと思ってるんじゃないですか。そうですね、どこまで引っ張るんでしょうか。打ちました。これはどうか、取った。一塁へ、アウト。いいプレーが出ました。ファインプレー。バッターの紅林ですが、先ほどはセカンドゴロに打ち取られ、3アウト。先制のチャンスを生かせませんでした。まずは先頭の中川を打ち取っています。赤星さん、
先発として一つの区切りとなる5回を迎えているわけですが、ここまではいかがでしょうか。そうですね、要所を抑えるナイスピッチングですね。調子はいいと思いますね。そうです、引っ張った、サードの横抜けた、打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。タッチしてこれは2塁アウトです。バッターは9番の宗、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。うん、さっきはうまく抑えたと思いますよ。ここは配球にも注目したいですね。うん、そうですね。引っ張った、これはどうだ、ライトの前落ちる、ツーアウトランナー一塁。先ほどの打席はセカンドライナー1番の福田です。前の打席打ち取りはしましたがね、しっかりと捉えられてましたよ。タイミングが合ってるんでね、ここは慎重に行かなきゃいけないとこです。そうですか。ランナースタート、ヒットエンドラン、取った、一塁へ、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがバファローズ得点。5回の裏、バッターは DH 紅林、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。チャンスでね、初球打ち高く上がった、これはどうか、真ん中を破りました、一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。バッターは7番ファーストの清宮。赤星さん、ここでランナー溜まって清宮を迎えるわけですが、まあリードはしてますけど、しっかりランナー、いい当たり、これはどうか、センターに抜ける、バックホームする、これでマルチヒット、ノーアウトランナー三塁一塁。先ほどはライトへの犠牲フライ、8番の古賀がバッターボックス、今日は1打点を挙げています。外野フライも打ちました、ショートの左抜けました、サードランナーホームイン、ホームチーム、さあバファロー打席には9番バッター佐野。初球ボール、ここは狙っているボールが来たらフルスイングでしょうね。なるほど、打ちました、ライトに強い打球、伸びていく、どうだどうだ、ライトが取りました。前の打席はライトフライでした。バッターの源田、今日ここまでヒットは出ていません。源田、まあ焦る気持ちもあるでしょうけど、冷静に狙い球を絞ってじっくり行った方がいいでしょうね。なるほど、そうですね。インサイド落ちました、ファールゾーン追いつくかどうだ、わずかに右に切りました、ファールボール、空振り三振、ランナーは動けませんでした。なおも最初は変化球できました。いいコースでした、アウトコース際どいところ、変化球が決まっています。中へのストライク、さあバッター追い込まれています。さすがに見極めてきますよね、選球眼いいな、外れてフォアボール、これで2アウト満塁、点差を、まずは見送ります、ワンボール、打ちました、左中間に強い打球、レフトセンターバックする、バックする、左中間を深々と破るヒットになりました。そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン、先ほどのヒットはナイスバッティングでしたよね。はい、今日は調子が良さそうですよね。期待しましょう。アウトコース打ちました、トング一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。ホーム、ここまでのハイライトです。まずは1回の表、ランナー二塁のピンチだったんですが、ここは内野ゴロに打ち取ります。先制のピンチをしのぎます。2回の表、ランナーを二塁に背負いましたが、しかし内野ゴロに仕留めます。ピンチをしのぎます。3回の裏、ノーアウトで二塁にランナーを置いて3番小園、初球を叩いてタイムリー、ホームチーム1点を追加します。続く
攻撃、得点圏にランナーを置いて5番バッター森下、センターへ運ぶタイムリー、ホームチーム1点を追加します。さらに続きます。ワンアウト2塁の場面、 DH 紅林、その初球をしっかり弾き返します。ホームチーム1点を追加します。今日はストライク先行の投球です。球種の割合はご覧の通りです。エストンフィールド北海道からお送りしています。ゲームは6回の表に入ります。追いかけるバファローズの攻撃、バッターボックスには2番の西野、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ホームチーム大きく点差をつけて6回を迎えています。これも見送りました。難しい球はストライクになります。ボールになります。打ち上げた、これは浅いフライ、ここはフライになっています。高く上がりました。4球目打っていきましたがライト掴んでワンアウト。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。今日当たってるバッターなんでね、ここは慎重にコーナーをついていきたいですね。いい当たり、ライト下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。伊藤天、ここで1点を。最初は変化球できました、ストライクです。厳しいコースに投げ込んでいきます。三振を取りました。これで2アウト。先ほどは見逃し三振でした。バッターセデーニオ、さっきはうまく抑えたと思いますよ。ここは配球にも注目したいですね。打ちました、センター下がっていく、下がっていく、どうか、入った、ホームラン、ソロ、ここで1点を返されました。しかし大きな点差、まだまだ追いつきません。緩いボールがコーナーに決まります。ストライクです。速いボールで追い込みます。これは見送られました。ボールになります。変化球空振り、3アウトチェンジ。しかしこの回バファローズ点差を縮めていきます。6回の裏、バッターは5番の森下、先ほどの打席はライトフライに倒れています。ホームチーム攻撃が噛み合い、大量リードで6回の攻撃に入りました。リードはしてますが点を取られたんで、すぐに取り返しておきたいですよね。さあまずは先頭バッターを出していきたい。ボールになります。見送っています。ボール、打ちました、大きな打球になった、レフトバックする、バックする、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。大量リードをさらに広げるホームランになりました。高めに浮いた変化球、前でしっかり捉えた打球はスタンドまで届いていきました。狙っているボールでしたかね、うまく運んでいきましたね。はい、バッターボックスには指名打者の紅林、先ほどは見事なツーベースでしたよね。ここも思い切っていってほしいですよね。期待しましょう。ホームチームホームランで得点を挙げています。変化球空振り、ワンアウトです。バッターは7番の清宮、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ワンアウトランナー、ジャストミート、これは大きい、伸びていく、
満々長さ中間破っていきました。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3安打猛打賞、ワンアウトランナー二塁となりました。バッターボックスは8番の古賀。このチャンスもしっかりものにして流れを落とさないようにしたいですね。さあ大量リードですが、ここはまたチャンスになりました。打ちました、取った、一塁送球、ツーアウトになりました。これは進塁打になりました。先ほどの打席ライトフライの9番佐野、前の打席あわやホームランっていう大きな当たりでしたね。引っ張った、ファーストを取った、一塁アウトで3アウトチェンジです。ホームチームソロホームランで追加点。こういう展開になってくると選手の心境というのはどのようなもんなんですか？野球は終わるまでは分かりませんからね、気を緩めないようにしてると思います。はい、そのまま勝ちを現実のものにしたいところです。はい、ホームチーム。インコース空振り、これも空振り、追い込みました。打ちました、これは大きい、伸びていく、どうだ、レフト深いところを破っていきました。バッターランナーは二塁到達、中川、これが今日の初ヒット。ノーアウト、いいコースへ投げ込んでいきます。キレがありますね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク、ライト方向を流しました。ライトに大きな打球、ライト下がっていく、下がっていく、フェンス直撃、セカンドランナーホームイン、1点返しました。先ほどのヒットはしっかり捉えた打球でしたよね。ええ、ここは気をつけないとまたやられかねませんからね。そうですね、インコース決まっています。いいコースに決まっています。ファウルになります。空振り三振、ワンアウトです。打順はトップに帰って福田、今日はまだ当たりがありません。高星さん、今日ノーヒットの福田ですが、今日はバッテリーがいい感じで抑えてますから、ここも続けたいですよね。そうですね、ワンアウトランナー一塁です。ストライク、見逃しました。今度は見極めていきました。追っつけて打ちました。さあどうだ、ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、三塁へ送球する、バッターランナーは二塁到達、福田ヒットが出ました。ワンアウト三塁二塁です。バッターは2番の西野、今日はまだ当たりがありません。工藤さん、今日ノーヒットの西野ですが、引っ張った、清宮、一塁そのまま入ってアウト。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。そうなんですよ、スリーベースでサイクルヒット達成っていう場面はね、割とないよ。打ちました、これはどうだ、破りました、センター前、セカンドランナー三塁回ってホームを狙う、セカンドランナーも今ホームイン。バッターボックスは4番の森、バファローズこの回7人目のバッターになります。引っ張った、取った、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの赤星さん、チームとしては7回まででエースを攻略できたということは大きいんじゃないですか？いやもちろんそうですね、まあ各バッターも初球陣、打球はレフトへ、ここはフライになっています。レフト掴んでワンアウト、打席には2番バッター辰巳、前の打席ではフォアボールを選んでいます。先頭バッター初球時、大きな打球になった、この当たりはどうか、伸びていく伸びていく、右中間真ん中破りました。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。そして打席には小園が入ります。さあ得点圏には追加点となるランナーを置いています。ここでダメ打ちして勝負を決めたいですね。なるほど、そうですよね。
この変化球はバットが合いません。切れてますね。アウトローの変化球、キレがあります。ここはランナー返せません。低めの。まずは見送ります。ワンボール。これは入るでしょうね。スタンド一直線、文句なし。ツーランホームランが出ました。素晴らしい一振りでした。低めでしたが、しっかり踏み込んで引っ張った打球、スタンドに放り込んでいます。追加点が入りました。ホームチーム11対5。アウトコースの厳しい球でしたが、見事に捉えましたね。はい、期待通りのバッティング。この場面でホームランが出て突き放し、打席には5番バッターの森下。先ほどの打席でソロホームランを放っています。よく伸びましたよね。打ちました。西野、1塁アウトで3アウトチェンジです。ホームゲームは8回に入ります。追いかけるバファローズの攻撃、バッターは DH セデーニオ。先ほどの打席でソロホームランを放っています。ホームチーム、はい、ホームチーム。初球狙って空振りです。赤星さん、ここまで両チームともに10安打以上打ちました。打球はライトへ。飛距離はありますが守備範囲。ライトボールをこぼした。これはライトのエラーです。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1。バッターボックスには6番の頓宮。今日はまだ当たりがあります。打ちました。一気に左中間へ。頓宮ヒットが出ます。ノーアウトランナー2塁1塁。打席には7番バッター中川。先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。ランナー2塁1塁、しかもノーアウトです。ファウルになります。大きく外れていきます。インサイド落ちました。ファウルラウンドで掴んでワンアウトです。バッターは8番ショートの紅林。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。ファウルになります。低め空振り、すぐに追い込みました。空振り、ここは空振りでアウトを取りました。これで2アウト。打順は9番宗。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。いやー、良かったと思いますよ。いい配球でした。今度はね、違うパターン行った方がいいでしょうね。そうですね。2アウトランナー1塁2塁です。キレがありますね。はい、変化球が決まっています。ワンボールツーストライクです。ファウルになります。ツーアウトながらランナーは一塁二塁。バッターボックスには宗。何としてもここで止めたい。打ちました。ショート取った。一塁送球します。一塁アウト、スリーアウトです。さあ、これが先ほどのプレー。ランナー、今日はここまで2安打、当たっている紅林です。さっきは相手バッテリーにしてやられましたね。ここは1本打ってやり返したいですね。そうですね。ホームチーム、攻撃が噛み合い、大量リードで8回の攻撃に入りました。赤星さん、点差はあるんですけれども、先頭バッターとして役割をぜひ果たしてほしい。打ちました。セカンドが取る。アウト、ワンアウトです。先ほどは見事なツーベースでしたよね。はい、ここも思い切っていってほしいですよね。そうですね。ワンアウトランナーなし。初球打ち、これはどうか。センターに抜けました。これで4打席連続のヒット。ワンアウトランナー1塁となりました。先ほどの打席はファーストゴロ、8番の古賀です。ヒットでランナーを1塁に置いています。ボールになります。ボール先行です。伸びる、伸びていく、わずかに
ました。ファールボール。インサイド、打球は右中間へ。この打球はフライになっています。ライト掴んで2アウト。先ほどの打席はファーストゴロ、9番の佐野です。2アウトになっています。初球打ち、センターへ打球伸びる、センターライナー掴んで3アウトチェンジです。ついに最終回を迎えました。オリックスバファローズ、打順よく1番から始まります。先ほどツーベース打たれたバッターなんで、ここは長打にも気をつけたいですね。そうですね。ホームチーム、大きく点差をつけて最終回を迎えています。さあ工藤さん、リードを守る。杉本が打席に入ります。インサイド決まっています。スピードボールを持っています。ワンボールワンストライク。インサイド落ちました。これはどうだ、グラブが届いた。一塁送球、先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。バッターは2番西野です。今日は4打席ノーヒット。ヒットでランナーを一塁に置いています。横への変化球が決まります。ファーストランナーストップ、ヒットエンドラン、セカンドポップ、二塁はセーフ、アウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。今日はバッティングゼ。初球は大きな変化球、ボールになります。内へのスライダーに手が出ました。低めのストライク、ワンボールツーストライクです。空振り、ここはランナーを変えさせません。ツーアウトになりました。バッターボックスには4番の森、今日はまだ当たりがありません。ツーアウトランナー二塁です。内へのスライダーはボールになります。いいところに決まってますよね。はい、アウトローの変化球、キレがあります。センターへ持っていった、これは大きい、外野大きな打球ですが頭上を越えた。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁まで進みました。森、バッターボックスには指名打者のセデーニオ。初球大きな変化球がいいところに決まります。センターへ持っていった、大きな打球だ、伸びる、入った、ホームラン。ここで一発を浴びてしまいました。先ほどは綺麗に弾き返されましたからね、ここは注意しないとまたやられちゃいますよ。そうですね。ホームチーム追い上げられています。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。そうですね、最後は綺麗にね打ち取って終わりたいですからね。はい、さあ最後のバッターになるでしょうか。ファールフライ掴んでアウト、これで3アウト、試合終了です。最後追い上げられましたが守りきりました。試合を制したのはホームチーム。壮絶な打ち合い、乱打戦を見事制しています。赤星さん、今日はよく戦ったと言ってもいいんじゃないですかね。まあそうですよね、相手エースを打ち崩しての勝利ですからね、これは価値のある一勝と言えるんじゃないでしょうか。はい、この勝利でさらに勢いがつきそうです。ホームチーム、大きな今日は勝利になりました。一方のオリックスバファローズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはホームチーム見事勝利を収めています。今日の解説は工藤公康さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りでエスコンフィールド北海道から失礼します。